どうも、キムちゃんズのあやかとひろわで、キムちゃんズでーす。間違えた。どうもー。あぶら、始まったかと思った。始まるかもしらん、でも。BMSG 記者会見、1月19日木曜日7時から生配信ということで、今59分ですね。うん。もうすぐ始まるということで、構えてますけど、チャット欄、盛り上がってますね。一体何事ですか？ツイッターではスカイハイさんの発言は、うん、ついにこの日が来てしまったみたいな感じやから、待ち望んでた日が来たっていう意味だと思うんですよね。なるほど。あ、来た、あっさり来たよ。今日はでもスーツじゃない？ほんまやね。アーティスティック。今日はプロジェクトダンクネバーキルド。あ、この曲がそういうこと？テーマソングってこと？ダンスユニバース。ほう。あー、番組？へえ、あー、なるほど。ショーケース。テレビ番組だけじゃとどまらへんぞと。うん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 。緊張感あるもんね。なんかいつもより。いろんな人が関わってるよってことね。うん。スカイハイさんならやってくれると思った。うん。確かにいいタイミングかも。これは、うん、ほんまに。ナイスタイミングやね。うん。ビーファーストね。振り返りな。まさかやね。まさかのビーファースト。え？おお。あ、そう。嬉しい。バリスティックボーイズ初めて聞きました。ああ、翔太さん。はい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 、はい、あのボーイズグループ縛りとかではないってことね。ドリームズカムトゥルー。これがやっぱびっくりした。私も鍵のかかってない部屋、うん、なるほど、うん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 、全てって強調したね、うん、いやー、やってくれると思った、スカイハイさんなら、うん、フリーでも純粋に音楽を楽しみましょうと、いいものはいいみたいな、うん、そうですね、そうです、うん、戦うもんじゃない、遊びですから、うん、楽しむもの本来は。こういうスカイハイさん好きやわ。遊び心、うん、アーティスト目線の番組作りっていうの、うん、ってあんまないから、うんうん、なるほど、素晴らしい、ありがとうございます。終わりましたよ。終わりました。これ取った方がいいかな。ああ。はあ、やった。まず一言言っていいですか。どうぞ。喜ばせ上手ですね。うん、彼はすごいすごい。ほんまにすごい。プラス、うん、人のためだけじゃない。ちゃんと自分も楽しんでるのよ。そうね。これは一つやっぱ成功する上での秘訣やと思ってて、うんうん、自分が楽しくて。でなおかつ人も楽しんでもらえるウィンウィンなものっていうのをすごい心がけてる気がする。それが見てて気持ちいいっていうのはやっぱあるかな。好き、そういう考え方好き、うん、あのこう自分を飽きさせないというか、そうね。なんか皆様のためにってなっちゃうと、なんか自分の居場所っていうか自分のなんか指針がわからんくなるやんか、やっぱ。そうね。それがないのよ。あんまりこう寄せに行っちゃうとっていうのもあるよね。難しいね、その辺の差し加減っていうのはね。やっぱ人を相手にしている商売っていうのは大抵の職種の方そうやと思うんですけど、うん、特にやっぱ人前に出る方って意識されるから、どうしてもこう寄っていっちゃう時ってあると思うんですよね。うん、期待に応えたくて、ね、まあ私も全然あるし。だけどあんまりそれしすぎると、本来見せたいものとか本来作りたいものとか本来楽しむべきであるものが失われていくっていうのは、正直どの界隈でもなんかたまに感じるから、 それはダメだっていう、そのなんかそれはダメ、まずは自分たちがちゃんといいと思えるものとか、提供して価値があると自分で思えるものをっていうスタンスが感じられるから、普通の音楽番組ではないっていうのがすごい予想できるのが楽しみかな。なるほどね、うん、やっぱびっくりしたのは、ちょっと黙ってびっくりしたけど、ドリカムのお二人が、ドリカムね、ちょっと意外性がすごくて、でも確かにあダンス&ボーカルほんまやほんまやと思って、意外とね、あの美和さん踊りまくってるからね、ライブ、なんなら飛びながら歌ってるから、そう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 遊園地のやつとかね、多分皆さん知ってると思うけど、もし見たことなかったらあれはだいぶおもろいライブやから。移動遊園地やって、そうあれワンダーランドか、あれやばい、あれで歌ってるのがすごいよな。踊って歌うもすごいし、意外とって言ったらあれやけど激しいダンスしてはるからね、で歌ってるからね、結構踊ってるよ、ダンサーさんと同じぐらい。だから確かに、ほんまや、言われてみれば昔からああいう形でやってる人ってそんな多くはなくて、あ、そうか、先陣切ってる人やな。なんかすごい体を使うライブをしてはるというか、会場を使い切るっていうか、ちょっとそれは思いつかんかったわ、さすがに。個人的にドリカム大好きやから好き、 DVD 見たりする、嬉しかったわ。なんか楽しみやね、どういう感じで絡むんかなみたいな、よう見てるしね、私らも。いや、だからそこがアーティストやなって思って、やっぱり、まあ皆さん思ったと思うけど、そのグループ、ダンス&ボーカルグループが出てくるのは想定内でしょ、私たち。だけどそこになんていうかな、一歩こうボーイズグループではないアーティストとかが入ってくることによって、なるほどってこう、鍵を開けてるっていうの意味がすごいわかるっていうか、そうね、リスペクトも感じるし、そのなんか多分こんなん言ったらあれやけど、まあ私が見た感じではやっぱりそのここだけが盛り上がってるっていうのがすごい嫌なんじゃない？そういうことじゃなくて、巻き込むタイプじゃない？社長さんって。だからその巻き込むことに意義があるっていうか、みんなで楽しむことに意味があるっていう番組を、まあ、目指しているのかなっていうのはすごい一瞬で多分皆さん感じ取ったんじゃないかなと思うんですけど、聞くだけの時代は終わったっていうか、さあ、それは感じるものやと思うから、やっぱり、ね、そう言ってはったよね。そうほんまに思うね、すごいわかるっていうか、まあ、コロナ禍はしゃあないんだけど、その前から考えても、日本でライブとか行くやんか、結構みんなこう黙ってこう見てる人多くて、ちょっともったいないかなって思いながら、でもさ、みんな黙って見てるんだから、自分イエーイとかやったらちょっと邪魔かなと思って、こうやって見る時とかもあったんですけど、もったいないんだよね、あれ。あれ誰やったっけ、りょうきさんやったっけ、BE:FIRST の。せっかく来たんやから、今日は来たんやから楽しんでいってよみたいな、フェスで言ってなかったっけ、なんか。言ってたかな。BMSG ですか。言うやろな。りょうきさんやったと思うんだけど。なんかもっと体揺らしてとかリズム乗ってとかっていう文化が日本人マジで少ない気がして、そういうのもだからアーティストとか芸能界を変えるだけじゃなくて、社長がしたいことって全部やでな、お客様まで、みんなってことを言いたいんじゃないかなと思ってね、もっと音楽の楽しみ方いっぱいあるよ、どうみたいな、こういう楽しみ方もあるよみたいな、なんかそれを言ってるのがそう感じたかな。すごい今日はちょっと嬉しかったかも、その番組のことも嬉しいし、もちろん楽しみやし見るけど、それは想定してたことやんか、ある程度は。プラスお客さんまで影響をこうなんていうの変えていこうじゃないけど、それは違うけど、なんだろうな、まあお客さんもこういう楽しみ方あるよ、もっとグイグイこうなんていうの音楽に乗っかってきてよみたいな、そういうなんかフィールしてよみたいな、頭で考えずにみたいな、リズムは4拍あって、その中でこう8拍あって、その中にまた16拍あって、こういうリズムの取り方をしますとかじゃなくて、感じてはいどうぞっていうのを言いたいんかなっていうのがよかった。答えがその合ってないようなもんやから、芸術っていうのは。アーティストはあるよ。アーティストは楽しみ方はやっぱもう人それぞれやと思うし、楽しむっていうのは答えはないと思う。楽しかったらそれでいいねんから、作る方はやっぱ計算して作らなあかんけど、楽しませるための計算は勉強しなあかんけど、楽しむ方はさ、考えたってしゃあないとこは確かにあるから、それを感じたかな。なんか聞く人のレベルまで上げていきたいんかなみたいな、その黙って受動的に聴くのが音楽ではなくて、一緒に楽しむのが本来音楽だよねっていうメッセージが強かったように感じたね。自分もそう感じたね。やっぱりそういうとこは好きかな。好きすごい分かるわ。やっぱり好きかな。すごい分かる。なんかみんなが楽しめるようなショーケースにするのはまあ間違いないかなと思って、もうちょっと能動的なショーケースっていうんですか。あとはね、やっぱり前のマーゼルやったっけ、の番組見てから思ったんですけど、やっぱり生徒さんとかにしてもそうやけど、やっぱ埋もれてる人 まだまだいっぱいおると思うから、そういう人たちも出てきてほしいんかなと思って、それも感じた。そうそうそう、やっぱりグループにこだわらへんって出会ったから、うん、ね、音楽する人なら誰でも感だったよね。やっぱそういうのもあるんかなって感じました。なんか嫌なんでしょうね、本当に伝わってきたよね。そうそうそう、なんかすごい、うん、お膳立てされたキャスティングとか、ほんまに嫌なんやろなっていうのが正直伝わってきたけど、ね、あともう一個は「すべての事務所」って2回言ってんな。結構強調してゆっくりで言い張ったから、それはもう自分たちも望んでたことやから。そうすごい、まあね、今あえて言わないですけど、あるやんからどうしても絡みたくてもなかなか絡めない事務所って多分あるやんか。そこにも向けて言ってるように聞こえたしね。まあ誰かとか言わへんけど、言いませんけど別に同じ時代に生まれてちょっとはこう消化不良だったものを私たちの中で少しずつなんか溶けていくと思ったら感謝しかないなとはちょっと思ったけど、なんかそういうそのさっきから「垣根」っていうのも何回も言ってはったし、あと「鍵を開ける」っていう言葉も何回も言ってはったけど、そういうことをしようっていう人がおったんかもしらんけど、この規模感でなかなかできなかったっていうのが現実かなと思うので、だから今年はもうすごいコラボが増えていくと思うよ、ね、ほんまにいろんなコラボが、ずっと言ってたけど、番組じゃやりますっていうのであればさ、別に SNS のお知らせでいいわけやん。普通っていうか、普通に言ったらっていうんですか、わざわざ言うってことはその。この身内乗りじゃないよっていうことをまず大手の事務所とか、ね、あとはまあチャンスがあるよってさっき言ってたけど、フリーのアーティストっていうんですか、その事務所に入ってなくてもやっぱりいい人おるからっていう意味で間口はあるよっていうことを大々的に伝えたかったんやなっていうのも伝わってきたし、記者会見をするってこう言うことによって、そして実際記者会見をしますっていうことによって、敵じゃないよ、みんなで楽しみましょう、手を手を取り合いましょうっていうメッセージがすごい伝わってきたかなと思いました。SNS やったらやっぱね、届きにくいし、言葉やとね、どうしてもね、自分もそうなんですけど、文字っていうのがどうも苦手で、なんか感情乗ってへんやんか、文字って届きにくいよね。そうそう、だからやっぱりテンションが分からへん。そう、どんなテンションで喋ってるのか分からへんし、だからあんま好きじゃないねんけど、はっきり言って。でもやっぱそういう記者会見とかはやっぱ表情見えるやんか、単純に。だからまあ本気度がわかるし、そう、ふざけててもまあ、あ、ふざけてんなって思えるし、言葉だけじゃわからんくない、文章だけじゃ。あ、これ笑うとこかみたいな。わからへん。わからへんやろ。だからそれがちょっと自分は嫌なんですけど、それがすごいわかりやすくて、スカイハイさんは。そうやな。そうそう、それがすごい尊敬するところもあるね。わかりやすい。わかりやすいっていうのがね。自分の意図を明確に伝えるのがすごくお上手な方なので。あと最後に思ったのが、彼はほらこの事務所 BMSG を作るまでなんか孤独な感じ、まあ、孤独、自分の気持ちをこう共有できる場所がないというかね、フラストレーションがたまることが多分いっぱいあったみたいな感じやったと思うんですけど、まあ、彼自身はそうだと思いながら、そして今仲間に恵まれながら新しい出会いとね、共に生きてるから、その過程はもちろん分かるんですけど。でもやっぱ彼つながりがすごいなと思ってなんかやるって言った時に賛同してくれる人が去って集まるのがすごくない？やっぱり信頼があるからじゃないですか、今までの実績と。だからその彼自身の、まあ、心の内は、まあ、孤独やった過去があるかもしれないけど、やっぱり彼自身のその人間性で紡いできたそのなんていうの、人間関係っていうのは今実を結んでるから。まあ傍から見たらの話ですよ、もう勝手な話ですけど、傍から見たらやっぱり孤独じゃない人だよねって、やっぱり仲間に恵まれてる人だよね。だってさ、スカイハイさんの やり方見てたらさ、もう応援するしかないやん。だってそうやねんな。そう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 、だからもうみんなで応援しようよって、単純に。確かに、ね、応援される星の人やね。確かに協力するしかないやんみたいな。それが上手っていうのもあるし、もともと天性もあるでしょうけど、あれじゃない、だから直球で来るから逃げられへんのじゃない、依頼される、じゃあ応援しますってなるやんか、やっぱり。なんか裏表がない感じがじゃあみたいな、なるかもしれないよね。確かにそれはそうやな。楽しみですね。2月1日なんてもう言うてるもんやん、番組。楽しみよね。Hulu でも見れるらしいですし、25やったっけ、25はインタビューが始まって、番組は1日からですね、2月の。そしてショーケースですね。ショーケースっていうことはそんな大きなドームとかではないと思うから、ちょっと倍率が大変やと思いますけどね。行けたら行きたい人いっぱいいるやろうね、そりゃ。うん、なんかね、すごいね、素で喋ってる感じが今回は。緊張感あったね。そうそうそう。うん、なんかそれが、あと言葉を選んだりとか、なんかこう、でも言いたいことはちゃんと言いたい。でも言えないこともあるみたいな、その、なんてわかる？さじ加減が生配信で見れたのが、よかったかな。なんか人間でよかったかなって思ってしまう。希望感がだんだん大きくなってきてるから、うん、ねえ、なんか簡単には言われへんようになってきてるかもしれない。なんか自分だけの問題じゃないし、自分の事務所だけの話じゃないからでしょうね。言いたくてもね、そうそうっていうのはあるかも。アーティストとしては言っちゃえばいいやっていう勢いと、うん、社長としてはあかんっていう時勢が働いてたように見えました。ごめんなさい、勝手なこと言って。でもすごく。感動したっていうとなんかちょっと違うねんけど、すごくね、ほら聡明な方で勢いのある方で、うん、すごすぎる人やからそういう目で見ちゃうねんけど、今日はちょっと人間らしい部分が見れたのが嬉しかったっていうのが本音かも。私は楽しみですね。楽しみですね。ポイントはやっぱりだから、今までコラボなんて考えられなかった事務所とのコラボは私は待ってますね。はい、それが切実、今年中の願いですね。いや、実現するかもね、もしかしたら。もうこれはだからスカイハイさんの問題じゃないもんな、うん、そのコラボに関しては、もうそっちサイドの相手側様のトップの人のジャッジのみじゃない。だからさ、もうこれからさ、うん、ね、いろんなコラボがほんまに見えると思うし、うん、まあ単純に言ったら日本と韓国とかさ、日本とアメリカとか、そう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 、日本だけじゃないよね、韓国とアメリカとか、そういう組み合わせも見えるかもしれないね。あとね、あ、これだけ言いたいね。なんて言ったらいいかな、グループにこだわる、なんていうの、グループにこだわってないんかなと思って。こだわってないね。グループを作るってことをあんまりこだわってないと思うね、やっぱり。なんかグループだけじゃないもんね。そう、形にとらわれたくないと思うね、やっぱり。あれもやりたいし、これもやりたいって感じじゃない？作る音楽限られてきてしまうから、やっぱグループだけって自分たちで限定したくないんじゃないかなと思って、その形にしちゃうとやっぱりその形になっちゃうやんか、どうしても。常にだから流動的に流れるような感じにしたいんやろうなと思って、いい意味でね。じゃないと型にはまっちゃうからやろな、その場所に居続けちゃうと。それは分かるよね、固定概念がついちゃうっていうか。それ聞いたかって分かった。すっきりした。バイバイ。バイバイ映ってるから。ということで今回は。はい、ということで今回は BMSG 記者会見、1月19日木曜日19時からの生配信を見させていただいて、私たちなりの、まあ、感想というか、まあ、少し予想というか、はい、ちょっと気持ちをシェアさせていただきました。はい、はい、あ、じゃあ名言言うわ。どうぞ。音楽とは感じるものであり、自分が感じたものが全てである。感じちゃった。いいとこでせっかく言うこと言ったのに、まあまあ。ということで、もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。人の顔丁寧で。ねに。